はい、小田原城、さっき天守行ってきたんですけどね、今八幡山古閣東来輪に来ています。まあ画像を見れば分かる通りなんですけど、お城を、まあ元の山ですね、八幡山古閣古い来輪、北条氏が構えたっていう、まあ、あの館はあちらの山なんで、今確かに真ん中にあの小田原駅と新幹線が開通してしまってるんで、そこがまあ谷だったのかなんだかは分からないですけど、おそらく地続きで、向こうとの行き来ができたんだとは思うんですよね。で右の方に、相模湾見えますね。まああの秀吉の小田原攻めの時はですね、まあこの高さかわからないですけど、海に、軍船がひしめいていたと、まあ、絵図には残ってますよね。こちらが小田原の市街地です。まあ、今こういった建物になってます。当時は当然建物ないですから、もっと 平たい感じでですね、今見てるのが湘南の方ですね。右の奥の方はあの房総半島の、島の山だと思います。まあ、そうなるとね、小田原、鎌倉から湘南っていうのもですね、房総半島から目に見えるところでやっぱり水軍持ってるような、武将たちは強かったんでしょうね。書いてある通りですね、かなり東寄りなんですよね。あのいろいろ出土しているものもあるんで、やっぱり遺構があったと、まあ、もっと言えば縄文時代から、どなたかがいたんだろうと。戦国時代のものもね、茶器ですとかいろいろ出てますよね。まあ、今こういう形でこれを見てますね、本丸。山の高さとしてはむしろこっちの方がありますよね。八幡山あの背中側あのこうなってますね。まだあのこの木を竹とか切ってない部分がありますからね、まあ、実際の標高はちょっと分かりませんけど、まだ 2,30 メートル高いような気がしますね。今見てるこの高さで小田原城の2層2階ぐらいですかね、3階か2階ぐらいの位置にいますから、まあ、こっちから見下ろした方がより遠くを見渡せると。まあ、金色でね、これは真鶴半島の方ですね。で、箱根が見えますね。じゃあ今見えてるのが箱根山、西がちょうどこっちの方ですから、西日に当たるちょうどお城ということで、今あの入り口の下のところでですね城郭マニアのような方がいてちょっとお声かけたんですけど、なんか北陸の富山だそうです。やっぱり遠征でここまで来てるってことでちょっと詳しくいろいろ聞いてしまったんですけど、このビデオを見たらお元気でしょうか、いかがお過ごしでしょうかって話ですけど、いずれビデオに上げると思いますんで見てください。まああの関東もね、いろんなお城あるんで、あのなかなかあの遠征しないと見れないとは言って、私は全国各地うろうろしてるんですけど、九州からね北海道も行きますし、まあそうは言ってももうここそうですね、城巡り始めたのは 2,30 年ですかね、30年ぐらい経ちますけど、最初の頃はねやっぱり観光的に回ってた感じありましたけど、まあ、こういったあのさっき小田原城もね観光のツアーの方のおばちゃんが言ってましたけど、これって偽物なんでしょって言ってましたよね。まあ、確かに木造ではないですから、偽物って言えば偽物なんですけど、まあ、ある程度はですね復元とか復興とか、そういう言葉を使ってほしかったですけどね。まあ、大体観光客はそのぐらいの程度のやっぱり知識で来てる方が多いですからね、まあ、娯楽の一つとして回ってるだけですからね。僕らは私は城郭マニアではないんですけど、まあ、史跡巡りの一つとしてお城は重要で、まあ、全国何千箇所もありますからね。100名城、まあ、ほとんど行きましたけど、まあ、4回も5回も行ってるお城もかなりありますんでね、毎回詳しく撮るわけじゃないんですけども、はい、まあ、夕暮れの小田原城を見ながら、今回小田原城の旅は終わりたいと思います。もう閉館したんでね、静かですね。ちょっとパトカーが来てますけど、はい、相模、小田原北条氏の拠点、小田原城でした。